よいしょ。ちょっと待ってよ。はいはい、お願いします。はい、いきます。3、2、1。FM 宜野湾のラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘイラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問・質問・お悩み相談何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、はい、ツイキャスも今日やってます。はい、やってます。みんなはね、うん、本放送の人たちはリオチさんの、うん、見たいトルラジオを聞いてから、そっからのメンヘラジオ、ラジオになってるかと思うんですけれども、うん、だといいな、うん、はい、本日は6月19日月曜日、第39回の収録となっております。おー、すごい、39回。はい、放送日はもう6月の末ですね、26日になってるかと思うんですけれども、うん、もう6月終わろうとしてるよ。あー、6月早かったね、うん、なんか景色見えなくなかった。景色が見えなくなかったって言い方もおかしいけど、まあでも梅雨もあったし、うん、台風もあったし。あ、そうだね、台風もあったね。梅雨もね、今6月19日に19日時点ではまだ梅雨明けは発表されてないかな、うん、梅雨明け発表されてない気がする。もしかしたら来週あたりね、うん、もう梅雨が明けましてとか言ってるかもしれないですけど、うん、うん、今日は一日曇ってはいたけど、雨もあちょろちょろ降ってたか、ポツポツ、うん、ちょっと降ってたっぽい。宜野湾の方はポツポツ降ってましたけれども、うん、他のね、ところはどうだったんでしょうか。どうだったんでしょうね、うん、はい、ツイッターの方、あ、ツイッターじゃない、ツイキャスの方は何か反応ありますか。はい、ツイキャス、はい、沖縄大好きさん、こんばんは。下下参上したね、沖縄大好きさん、参上してます。沖縄大好きさん、ありがとうございます。はい、こんばんは。こんばんは。今日ね、はい、夏実の髪型ね、あれなんだよ。何なんですか。ちょっとなんかセーラームーンのちびうさみたいな感じ。ああ、ちびうさ、シルエットだけ髪の毛の感じだね。髪の毛の感じだけね。はいはいはい、はい、うん、髪の毛の色もピンクピンクしてるからね、うん、うん、確かにウサギちゃんというよりは、うん、チビウサって感じはしますけれども、うんうん、でもおデブちゃんなんだよ。じゃあデカウサはい、デカウサですそれでもいいやあ、そう、まあそんなね、僕たちですけど、まあダイエットも頑張ってますので、はい、はい、本日もよろしく、30分短いお時間ですが、最後までお付き合いなどよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーは、はい、ちょっと微妙にエコー残ってますけどそれも面白いんじゃない。タイトルそのまま、うん、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。はい、では、早速ですけれども、はい、本日のトークテーマ、うん、はい、本日のトークテーマは、うん、弱点。弱点、はい、うん、人はみんなね、人間、うん、誰しも何かしらのね、弱点を持っていると、うん、弱いところってこと。そうですね、弱点だったり、まあ、苦手なところと言い換えてもいいかな。あ、苦手なこと、苦手なこと、もの、うん、こと、あ、はいはいはい、特にね、まあ、メンヘラと呼ばれる我々我々はね、
その弱点と呼ばれるさ、うん、ものがさ、うん、ものだったり現象だったり、うん、が普通の人と多かったり、普通の人に比べてね、うん、一般の健康な一般の人に比べてちょっと多かったり、うん、あるいはその弱点がさ、うん、一般の人と比べて特徴的だったりするのかな、特徴的だったり、もしかしたら、うんうん、まあ例えばね、まあ夏美さんで言うとね、やっぱり日の光というか太陽の光がちょっと苦手というか、明るさがね、日の神かげら、いやいや、鬼滅の刃最終話を見た後なんでねそういうセリフが出てきますよ、はい、言いたかった、そういうのがあったりさ、うん、うん、まあ皆さんがね、うん、僕は私はこれが弱点かなとかさ、うん、思っていることがあればちょっとぜひ教えていただきたいなということで、うん、こちらの弱点というテーマにしたんですけれども、うん、まあ先に届いているメッセージから読んでいこうかな。ツイキャスも来てますよ。あ、本当？沖縄大好きさん、よっしゃ送ったぜグッって。あ、本当？うん、マジでいつ送ったんだろう、メールで。あ、そうか、 今でもツイキャスだからさ、今読めばいいんだよメッセージ、うん、あ、届いてる届いてる、本当？うん、沖縄大好きさん届いてた、うん、じゃあ沖縄大好きさんから、はい、はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんより、はい、ツイキャスでも参加してくれてね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ゲンタさん、夏美さん、こんばんは、はい、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。うん、メッセージテーマ、着地点ではなく弱点、うん、僕の弱点、女性陣から可愛いと言われると照れちゃいます。あとくすぐられるのが弱いそうです。うん、であと真夏の天敵 G、 あ、天敵 G ね、はい、G が苦手、俺もこいつはね、うん、名前を出すのも嫌なぐらい G は苦手ですね。 G でしょ、ゴールデンボンバーからちゃうわ、あれ真夏なチューブでもないんだからさゴールデンボンバーは年中やってますよそうだね、はい、であとお腹が弱いそうです。お腹が弱いの、うん、コロコロしちゃうんだろうね、結構ね。あ、そっかそっか、うん、で好きな人、憧れの人の前では緊張しちゃうタイプっす。うんうんうん、褒められると照れちゃうことっす。うんうん、あれ、一部は弱点とは違う気が、とのことです。照れちゃう、うん、可愛いって言われる、可愛いって言われるってことは可愛いんだね、大好きさんそれどんな感じなんだろう、可愛い人なんだろうね。そうかもよ、いいな、可愛いって言われて、うん、あ、まあ、でもね、俺もね、あ、うん、かっこいいって言われるよりは可愛いって言われる方が多いんだけどまあ特に夏美さんにね言われるね、言うね、私うさぎちゃんとか言うもん。あうさぎさんとか言うもんね、健太さんね、分からんけどね、自分ではね、可愛い可愛い、うさぎさん、照れますよね、なんか褒められるとね、やっぱりね、うん、わ、うん、かるわかる、うん、で、まあ G もそうだし、お腹コロコロか、お腹が弱い人ちょっと俺かわいそうだなって思っちゃうな。お腹コロコロは常にさ、トイレの場所をさ気にしなきゃいけないとかさ。そうだね、うん、ちょっとここはしんどいかもな、うん、だってさ、バス乗るとかさ、うん、誰かの車に乗せてもらうとかさ、うんうん、そういう時さ、トイレのあるのをさ、うん、もうとっても気にしないといけないじゃない。そうだね、だからさ、絶対さ、お腹コロコロは結構大変だと思うな、うんうんうん、思うだよっていいんじゃない、うん、まあ、沖縄大好きさん、はい、メッセージありがとうございました、ありがとうございます結構弱点多かったね、ねえねえねえはい、続きましてメンヘラネーム鶴次郎さんからいただいております。あ、久しぶり、鶴次郎さん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。僕の弱点、うん、頭皮、人の顔色を伺うまあまあズボラだそうです。頭皮、人の顔色を伺う、うん、まあまあズボラ。頭皮なのかな、毛根なのかな。いや、頭皮、鶴次郎さんはね、いや、鶴次郎さんはもう、あ、そうか、毛、頭皮、毛髪量が、うん、なくなってきたことに比例して、うん、要は太陽からの直射日光が人より、うん、髪の毛ある人より食らうわけじゃん。あ、だからそういう意味で頭皮、だとしたら頭でいいような気もするけど、頭皮なんでしょう、そこはこだわりだあとは人の顔色を伺う、まあまあズボラ、俺もまあでもそんな感じかな。鶴次郎さん、鶴次郎さんの、うん、うん、
フォルムを知ってる人はね、頭皮ってわかるだろうけど、まあつるっとしてるからね人の顔色も伺うかね。そうかね、そう思わないけどね、私は。そう伺ってるんだね。うん、らしいよ。はい、続きましてメンヘラネーム、ハトさんより。あ、ハトさん、こんばんは、はい、ありがとうございます。僕の弱点はネガティブ思考です。うんうん、何でもないことを悪く考えてしまうことが多いので、うん、心配しなくていいことまで心配して疲れてしまいます。うんうん、でもうまくネガティブ思考を使えたら武器になるんじゃないかと感じているので、うん、自分なりに納得するネガティブ思考道を模索していきたいと思います。ネガティブ思考道、うん、行動、うん、最後はいや道、ネガティブ思考の道を探求していきたいと。ネガティブ思考の道、そう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 、ネガティブ思考も突き詰めていけば、うん、まあ、武器になるんじゃないかっていうことだよね。ああ、なるほどね。うん、だ弱点を言ったら、うん、強い自分のなんていうのかな、アピールポイントだったり、うん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 、武器に変えようっていう、うん、すごい志を持っております。そこら辺ポジティブやん。そうね、ってことだよね。そう思ったら、うん、そうそうそう、ネガポジティブなのかな。じゃあネガポジなんじゃない。ネガポジ、うんうん、ネガティブもでもありつつポジティブ、まあ、うんうん、なんていうのか、そういう風に思えるように言うようになってきたのかもしれないね。うんうんうん、そうかもしれないね。うん、はい、加藤さんもありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは MC の極めていってください。夏美さんは、はい、弱点、先ほどちょろっとね、俺が明るさ、明るさ、太陽の明かりとかには弱いっていう話したけど、うん、他にもある、あると思うよ。あの明かりは弱いし、うんうん、音がすごい大きいとか、怒鳴り声とかが苦手かな。そうね、怒鳴り声、うん、人の怒鳴り声とか、誰かが喧嘩してることとかが苦手だし、まあ、それはね、得意な人はあんまりいないけどね、うん、怒鳴り声大好きなんですよみたいな。なんかちょっとおかしな年代さんだよね。そうだね、うん、あのね、他はね、何かな、何かな、ね、太陽も苦手だしね。さっき言ったね。あ、言った本当太陽、明るさね。そうそうそう、太陽だから、太陽苦手だから。子供も弱点さ。子供も弱点だ。あと、そうだ、若者。若者も弱点だし、あのご高齢の方も弱点なんだよ。いやー、じゃあ同級生にしか心開けないじゃん。いや、同級生は同級生で、昔ちょっといじられたこととかあるから、苦手なんだよ。まあ、学生時代なのかな、うん、思春期だよ。陰の学生時代を過ごした感じなんですかね。あの、なんかすごい、まあすごいっていうほどでもないけど、 さちょっとだけ、あの小さい時から太ってたから、それをめっちゃからかわれてて、そうそうそう、うんうんうん、からかわれてたのよ、うんうん、いや、ツイキャスとかはどんなですかねと思って。あ、ツイキャス、ツイキャス。あ、そうそうそう、あの、沖縄大好きさん、ゴールデンボンバー、ブフォって吹いてます。よかった、言ってよかったよ。G をね。渾身のボケだったんだよ。夏の海が苦手なものに戻ると、うん、あとは何が苦手かな、ほんとね、うん。お父さん、あの、いつも俺が聞くのはね、お父さんって、まあそうなんだけど、お父さんもそうなんだけどさ、お父さん、なんか、なんでお父さん苦手なのじゃ。お父さん弱点とする理由は、お父さんさ、怖いんだよ。確かにね、なんか話聞くと、うちのお父さんさ、なんかさ、あの、怒りっぽくてさ、ちょっとさ、うん、なんかどこにさ、うん、なんていうの、地雷があるかわかんなくて、でなんかこうちょっと言っただけなのに、うん、それがすごい怒られてしまったりとか、うんうんうん、火がつくのね、はいはいはい、したらめっちゃ追求してくるの、心の奥の奥まで。それがね、うん、ちょっと苦手なのもあるしね、うんうんうん、あのね、だからね、お父さんはね、もうね、日本語の分かる宇宙人と思ってます。お父さんに関してはちょっと住む星が違った、住む星が違った、でも親子になっちゃった。私は宇宙人なのかもしれないじゃん。ああ、かもよ。宇宙人が生まれたみたいな。あ、健太さんはどうですか。そうね、僕はね、うん、でも沖縄大好きさんと似てて、やっぱりさっきも言ったけど、ゴキブリをとか、まあ、ゴキブリに代表する言っちゃったよ、G、はい、その G に代表する、あ、ごめんね、放送禁止用語だったかな。いや、全然いいと思うよ。G に代表するような昆虫
あ、昆虫ね。うん、子供の頃はね、虫触れたんだけどね、うん、なんか大人になるにつれ虫がどんどん苦手なっていってね、うん、今もう触るのも嫌、触るのも嫌なのに、うん、先日セミをちょっとなんかね踏んじゃってね、嫌だ、息も耐えかけてたセミだと思うんだけどね、俺が踏んだことによってジジって言ってビーンって言って飛び立ち寄ったからね、もうわーってなって首つくめたらね、首痛めちゃってよ。え、首痛めたっていうのは初耳だけど、言うたわ、あのその日に。え、夏美初耳だった、うん、なっちゃんあれだと思う、なんかもう眠い言うてからそれをこんな目もこんなになるおかえりとか言って夜に弱いわけではないんだけどさ、夜も弱点なんじゃないのはい、ツイキャス来てます、ナルトラさん、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます。で、他にはね、まあ弱点というより、ナルトラさんの弱点も教えてほしいなそうだね、うん、弱点は脇腹をくすぐられることとか。あ、沖縄大好きさんと一緒だ。うん、くすぐられると、まあヒャってなるよ。やっていい？いや、ダメ弱点言うとるやろやっていい？で、あとは猫舌だからさ、熱いものは、うん、を口に入れるのは、そうだね、熱いものをさ口にまあ突っ込まれたら俺はやめろやめろってで、なんか隠し事も喋っちゃうからね。やめろやめろって言ってあ、それはやれやれってことだから、あれだね、 あれって言い方もなんだけど、あの、押すな押すなの原理だよねまあそんな感じかな、分からんけどはい、では、ここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はいはい、本日紹介いたしますのは、うん、つい先日ですね、うん、最終話の放送がされました、うん、鬼滅の刃、うん、刀鍛冶の里編のオープニングテーマ曲を紹介させていただきたいと思います。お、はい、マンウィザーミッションとミレイさんで、うん、絆の奇跡。はい、いいね、楽しい、うん、まあ、こう今日流してるラジオってラジオ番組多い違うかな、うん、でも多い、うん、今日とかさ、昨日とか流してた人たち多いじゃない、いいじゃん、たまには乗ろうぜ、絆の奇跡を、うんうん、でも面白かったね、最初面白かった、みんな見たい人多いかな、そうそうそう、だからさっきもメンヘラの呼吸とか言って言ってたね、メンヘラの呼吸、全集中メンヘラの呼吸一の方、鬼伝プルルルルルルみたいな鬼伝鬼ライン鬼伝鬼ライン全部ひらがなとか言ってた面白かったかんいいね、はい、聞こえてます？ん？あ、耳入れてる、ね、左だけ聞いてる。なちゃんもね、この歌は気に入ってますよね、やっぱりアニメの映像と相まって、ね、うん、そうそうそう、リンクするみたいなことを言うんだけど、リンクはしないんだけど、うん、リンクはしてないんだけど、頭の中で覚えてはいないんだけど、うん、歌詞とね、うん、リンクはしないけれども、いいね、うんうんうん、なっちゃんはね、刀鍛冶の里編か、今回の刀鍛冶の里編でね、うん、お気に入りの柱、うん、そうそうそう、むっちゃん、名前忘れた時藤無一郎や、あ、そう、むっちゃん、むっちゃんってしか呼んでないからむっちゃんって呼んでる、そう、何の呼吸、霞の呼吸だったっけかな、霞の呼吸、橋柱、あ、橋柱、霞柱です、霞柱じゃないかな、じゃなかった、中元さんもいまいち忘れてるけど、霞柱、うんうん、でね、画面にね、そのね、むっちゃんがね、倒れた時にね、あ、私もこうやって倒れるの傾けてたね、そうそうそう、テレビ見ながらこんなに傾いてて、ね、はい、じゃあ戻ります、はい、むっちゃんの話終わり、はい、お聞きいただいていますのはマンウィザーミッションとミレイさんで絆の奇跡でございます。はい、はい、これね、まあ、刀鍛冶の里編、鬼滅の刃のね、うん、刀鍛冶の里編のオープニングテーマだったんだけど、うん、最終話でももちろんエンディング曲として流れたぞ、最終話では確か、うんうんうん、うん、最後までフルで流れた気がする、エンドロールみたいな感じでさ、うん、で、まあ、最終話まで視聴して思ったけどさ、うん、やっぱりなんか
もうこのタイトルと同じ感じでさ、やっぱ絆の奇跡で、うん、なんか上弦の鬼を倒したって感じがしてさ、うん、俺すごく良かった。良かったね、うんうんうん、私も良かったよ。面白かったね。で、鬼滅の刃はね、一応物語の完結までアニメ化されることが決まっててからさ、へー、うん、続編の柱稽古編がさ、うん、映画でやるのかテレビで放送するのか、うん、注目されてたんですけど、うん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 、最終話のね、終了後にね、テレビアニメ化だよって、テレビアニメ化決定ってドーンってちょっと柱稽古編はね、うん、うん、だからこれもまた次回の楽しみ楽しみなところでございますけれども、うん、うん、あの沖縄大好きさんとか見てたかな。沖縄大好きさん見てたかな、うん、どうですか、鬼滅の刃、鬼滅の刃、うん、好きかな、うん、見てたらいいけどなあのさ、なんかさ、とってもさ、うん、熱こーってなったよね。ああ、ちょっとあっちほろっときたね。ほろっとくるね。あ、やっぱりなんかおじさんになってから涙もろくなってるよ、ペンです本当に、うん、昨日泣いてた。うるっとはした。あ、うるっとした、うんうんうん、確かね、うん、第一期の時に、かまど炭治郎の歌っていうのを、うん、禰豆子役のさ、鬼頭あかりさんが歌ってて、うん、今回もそのね、禰豆子のピンチの時にね、うん、ピンチというか、禰豆子と炭治郎がね、うん、なんか絆を試されてるようなところに ね、挿入歌が流れてきて、うんうん、エンドロールで曲のタイトル、挿入歌のタイトル見たら、うん、今回かまど禰豆子の歌ってなってて、うん、放送終了後にまたこれも配信が、うん、されたというか、そうなんだ、配信日を発表されたのか配信されたのか忘れたけど、あ、歌ってるのはそうそう同じ鬼頭あかりさん、鬼頭あかりさん、禰豆子役のね、うんうん、そうだね、違う人が歌ってたらちょっと面白いよ、うん、この鬼頭あかりさんも鬼滅の刃でブレイクした一人ですね。ほうほうほう、はい、それでは、エンディングに入っていきます。うん、はい、メンヘラ城エンディングでございます。はいはい、本日も、はい、短い時間でしたけれども、はい、はい、今日の収録はいかがでしたか。テーマ弱点でお話ししましたけれども、弱点はね、うん、そうですね、うん、もう一個ありました。私は数字が苦手です。ああ、数字はね、数字が苦手だ。夏美さんは弱点だよ。弱点か、うん、弱点と言っていいと思う。いいか、うん、数字が苦手でね、うん、なんか昔もね、昔からね、別にね、算数とかできたと思うんだけど、うん、できたと思うんだけど、ある時からパッタリなんか、うん、触れ合ってこなかったからかな、うん、算数と、うん、だからなんか苦手なんだよね、わかんないの。ほんと、うん、ペンタさんはね、算数は得意なの、数学がもうほんとダメでね、数学になったとはもう俺は分からなくなった。算数と数学の違いはもうわからない。なんかさ、サイン、コサイン、タンジェントだっけ、ああいうのが入ってくるやつ。サイン、コサイン、ジェントルマンじゃないこれボケいや、教える先生もね、うん、ちょっと良くなかったんだよ先生批判か。そうそうそう、俺はあれは先生が悪いと思ってる。なんでなんでなんで、そうなの。うん、デージ教えるの上手だった。上手か、そっか、上手だったんだ、うん、上手だよ、全然言ってることがわからない、うん、全然言ってることが分かんない、上手なんだね、うん、だからね、大変しましたよ、うん、高校の頃の数学は。そっか、赤点ばっかり取ってました。赤点、うん、あ、赤点って30何点以下みたいなことだよね、確かね。あれさ、赤点ってさ、確か各高校で違うんだよ。あ、そうなの。そうそう、確かうちは確か29点以下とかそんなんじゃなかったかな、那覇商業高校当時のね。へー、商業高校29点、20何点以下だったはず。うちは34点ぐらいだった気がする。あ、ほんと、うん、うちらは20何点以下だったような気がする。私は富城南、うん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 、で富城南に通ってたからね、俺は
実家は富城の嫁だから、マジでどこかですれ違ってたはずよな、高校の頃。もしかしたらそうかもしれないね。住んでるところは西崎だったでしょ。うん、そうで、実際ニアミスしてるはずだしな。小学校の頃同じ糸満にあった、今もあんの、ジャパンスイミングスクール。ジャパンスイミングスクール通ってたよ。うんうん、俺もだから小学生1年から2年生ぐらいまでは、うん、スイミングスクール通ってたから同じとこ、うん、送迎バス来てたでしょ。来てたと思う、うん、送迎バス乗って行ってたから。私すごい行くの嫌だった。俺は結構楽しんでたよ。へー、うん、泳ぐ、どんどん泳げるようになっていくのがすごく楽しくて。へー、うん、夏はダメだったな、うん、だから結構印象に残ってる。合わなかったな、ほんと。まあプールとかもじゃあ弱点といえば、だって沈めないんだもん。じゃあなんか浮かぶ、海で何かあった時は夏美さんにしがみつくようにします。はい、はい、それでは本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろー。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました、うん、はい、今日ギリギリだったんじゃない？大丈夫だった？大丈夫だよ。じゃあYouTube YouTube もじゃあね。じゃあね、また来週。